画家の八田和成です。切り絵、ライブドローイング、似顔絵、絵画講師、シルエットアート、いろいろやっております。動画では絵画や美術館を楽しむヒントになるようなお話をしていきます。寓意画と呼ばれる絵画のジャンルがあります。寓意画とは絵の中に登場する人物とか物を使って目に見えないあることを、意図的にほのめかしたり暗示的に示したりする表現を用いた絵のことです。宗教ですとか政治のこととかその辺の知識がないとわからない絵が多くて、昔の人々は知識人とかお金持ちの人向けに描いた絵のような印象があります。ちょっと難しいイメージがあるんですけれども、その中でもちょっと親しみやすい画家がいまして、ブリューゲルという画家です。ネーデルラントのことわざという作品があります。この絵はそのタイトル通り、現在のオランダとベルギーのある地域、ネーデルラントのことわざを一枚の絵の中に詰め込んだものです。日々をカゴで救い出すは、無意味なことで時間を費やすという意味です。コウノトリの行方を見るは、無意に過ごすという意味です。同じ穴から二人でクソをする、互いに気が合う、水面に火が反射するのも我慢できない、他人の幸福を嫉妬する、などなどの、いわば目で見る百科事典となってます。見た目にもすごくユーモラスな絵なので、その意味が分からなくてもじっと画面の隅々までこう見ながら楽しめる絵なのがブリューゲルの特徴です。でここからはピーテル・ブリューゲルのことを親しみを込めてピートと呼ばせていただきます。ピートの生涯については大変不明な点が多いんです。1525年から30年あたりに生まれて40歳前後で亡くなったそうです。ピートはネーデルラントに生まれて、当時の画家たちがそうしたようにイタリアへ修行へ向かいます。2年ほど修行をして帰ってくるわけですが、イタリアの美術にはあまり関心がなかったようです。なのであまり影響を受けておらず、むしろそのネーデルラントからイタリアへ行って帰ってくるこの長旅の中で見たアルプスの風景、それが彼の心に強烈に残って、むしろそのことが彼の作品に影響を及ぼしていると言えます。ピートは出版社から版画制作の仕事を、数多く引き受けます。そして、その関係もあったとは思うんですが、船舶とか、地図、そういったものに知識のある人々たちと交流を深め、その時にこう学んだことっていうのが後の彼の絵画制作に大きな影響を及ぼしていきます。おそらくピートの作品の中で最も有名なのがバベルの塔であると思います。でこのバベルの塔は螺旋状に描いた少し傾いた建物として描いていますが、現実に存在しないこのバベルの塔をこのように描いたのはピートが初めてで、それまではどちらかというとピラミッドのような形状のバベルの塔、現代の我々にとってはピートの描いたバベルの塔というのが、どちらかといえばスタンダードなイメージになっていると思います。こちらも大変面白い作品です。子どもの遊戯という絵なんですが、約250人の子どもが約90種類の遊びに興じています。雪中の狩人では雪国という色数少ない表現の中でとても色鮮やかな印象を与える絵です。こちらも前景から奥までじっくり見て楽しめる作品です。そしてピートは宗教画もたくさん描いております。十字架を担うキリストという作品ですが、漢字のイエス・キリストがどこに、あ、いましたね。でこのように一般的な宗教画とは違い、主人公が一体どこにいるのかすらこうじっと見て探し出さないといけないような作品が多くて、ですので宗教ですとか当時の社会情勢とか難しいことがわからなくても
ただただ見て楽しめる、そういう作品が多いです。ベツレヘムの英字虐殺は、生まれたばかりのキリストを殺すために2歳以下の子供らを全員虐殺するという有名な話をテーマにしていますが、実際の場面を冬のネーデルラントに置き換えて描いた絵です。後に書き換えられたそうなんですが、この絵の中にはどこにもその子供が虐殺されるという表現は見られないです。こちらも一見農村風景のように見えるのですが、ベツレヘムの人口調査というキリストにまつわるエピソードの絵です。でこのように実は当時のネーデルラントの女性をキリストの、その宗教のエピソードになぞらえて描いた作品もあったりして、ただただピートを宗教画家とか寓意画家と一言で片付けてしまうのはちょっと違うような気もします。これは僕が個人的に思うことなんですが、ピート、彼の画家として最も好きなところは、山々の風景を主役にした絵というものを西洋美術史上で初めて描いた画家であるというところです。それまでは、古代の人々にとって特にキリスト教のこう自然観としてもあるんですが、山は醜いものとされていました。どちらかというと不吉なものというイメージですね。で当時の昔の人々の美しいと思う自然というのが、平原に花が咲き乱れている、そういった風景なんですね。で山というのはどちらかというと大地のイボ、大地のコブとか言われて、むしろこう蔑まれるような、そういうイメージでした。アルプスの風景を描いた作品ですが、山が主役の絵というのは地上初でした。でとても小さな人たちが、歩いているのが見えます。これは実際の尺で言いますとあまり正確ではないのかもしれませんが、ピートが実際に目にしてこう強く心に感動を受けた、その印象というものをまず優先して画面の中に再現しているといえます。ヨーロッパの美意識が山は美しいものというふうになっていくまで、彼が生きた時代から少し時間がかかってそうなっていくんですけれども、彼が持った美意識、美術におけるそういう美意識というのは現代の我々にとって、さらに追求していくテーマっていうものを与えてくれています。